こんにちは、傘ライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。甘えんぼおでんの様子です。この人はって言うと変だけど、私の体に半分だけ乗って、こうやって甘えています。もうとにかく甘えんぼで乗ってきたいんだけど、私の体の上に乗ってきて、ジャックしてほしいみたいなんだけど、大きすぎて、普通のワンちゃんだったらこのぐらいかな。なので、おでんの甘えんぼの様子を、おでんの甘えんぼの様子をご覧いただきます。この愛玩犬なんですよね。なんていうか、お仕事をする犬っていうよりも甘えんぼちゃんです。なので、もうとにかく、手は噛まないで、手は噛まないで、もうとにかくね、こうやって甘えて、私にくっつきたいんですね。よし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 ってやってもらいたいので、こうやってよしよししています。なんか昨日、ちょっと主人と一日、朝ね、散歩1時間行って、大きなトイレもして済ませて、そしてお留守番をさせていました。そしたら、夕方っていうか夜に帰ってきたらまあ機嫌が悪い。今とにかくねいじけて、そしてご飯を食べなさいって言っても食べないし、なんかねちょっとおしっこもしてくれないし、外にも出てくれないし、何しろもうねすっごい大型犬なのでタンクが大きいんですよね。なのでね雨とか降ってたんですよね、ちょっと昨日夜。そしたらね、もうね、お外に出ておしっこするのが嫌なんです。我慢してでも嫌で。で、今朝まで我慢しちゃったね。で、ご飯も食べないで我慢しちゃって、そして今日は朝から散歩に行って。でもね、食べなかったけど、たっぷり大きなうんちもしてくれましたね。それで、こうやって今、何しろ私が家にいるので嬉しくって甘えていますね。えおでんくん、皆さんの方に顔を向けてくれるといいんだけどね。ねえおでん、カメラの方見る気はないね。このお腹撫でたりするのも好きだし、こうやって上に乗っかってんのが大好きです。そうなんです、僕甘えんのが好きです。だって僕置いて出かけちゃうなんて僕は嫌なんです。僕を連れてってほしいんです。なのにお母さんはすぐ僕を置いていくんです。だから今日は甘えていますね。そうね。というわけで甘えんぼおでんは大きすぎて体の3分の1しか私に抱っこしてもらえませんが、本人はこれで満足しているようですね。嬉しい嬉しい、くっついてて嬉しいんですね。こういうとこがカキカキしてあげるのが好きみたいです。なのでポリポリしてあげています。こういうとこってこうなんかあんまりね、なので軽く自分でできない、やりにくいとこなので私がカキカキしてあげています。おでんは目やにを毎日つけるけど、それを取るのは嫌がるけど、今日はチキンをあげて目やにをうまく取らせてもらいました。耳も前は触るの嫌がったけど、今は全然平気です。何をしても触らせてくれるようになりました。というわけで気持ちいいんですかね。マッサージも大好きで、ここの頸椎腰椎っていうんですかね、人間でいうと、そういうところをこうマッサージするのも大好きです。肩も凝るみたいで、肩こりもほぐされるとすごい嬉しいみたい。この肩の筋肉もみもみほぐすと気持ちいいみたいです。特にね、首は多分引っ張って荒れているので疲れるんでしょう。今バイクの音がしたので顔を上げました。ちょっとおでんさん甘えん坊すぎではありませんか。こんなに乗っかっちゃって外の音が僕は気になりますって。お耳もね、大丈夫ね。あんまり太らせないようにしようと思ってるんですけど、なんか身長も伸びた感じが しますね。最初来た時25キロで、これ以上太らせないでねって言われたんだけど、まあでもお腹はシュッとしてて、それで20今9キロぐらいになっちゃいました。なのでとっても大きいけど、だけど走るのも軽快なのでそんなにデブっているわけでもありません。と骨格がなんかしっかりして育ったように思います。おでんちょっとね、いい子ちゃんね。おでんはいい子ちゃんだね。なんといい子ちゃん、いい子ちゃん。はいはい。というわけで甘えん坊おでんをご覧いただいた今日の動画でした。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録とグッドボタン、コメントもお寄せください。ほら、ではまたね。僕、おでんです。僕置いてくなんて嫌なんだ。今ね、ちょっと救急車が近くを通った。おー、行ったよ。救急車と音が入っていますでしょうか。救急車が通ったら、警戒しています。ほらね。ではまた。遊んだ。案件には最低です。